キャッツ、大興奮。中日4対3巨人、中日が劇的なサヨナラ勝ち。11回に細川がサヨナラソロを放った。最大3点差を逆転し、本拠地開幕戦で今季初勝利を飾った。ドラマは11回に待っていた。先頭、細川が中川の2球目を振り抜き、打球は左中間席へ。今季19打席目で生まれた待望の初安打が劇的なサヨナラ弾となった。待望の白星に、立浪監督も満面の笑みでハイタッチを交わした。細川は、完璧でした。ずっとヒット出なかったので、苦しかったですが、打席に入るたびに自分が決めてやると打席に立ちましたと振り返った。打った瞬間の手応えについては、最高でした。とても嬉しいです。ありがとうございますと、ファンの大声援に感謝した。先発、小笠原が4回に3点を先制される苦しい展開。だが、一丸で追いついた。6回に三好の三塁打から高橋のタイムリーで1点を返すと、7回には村松の犠牲フライで1点差。さらに、2アウト1、3塁から田中が値千金の同点タイムリーを放った。小笠原は4回以外はスコアボードに0を刻み、8回の勝野、9回のマルティネス、10回の斉藤、11回の清水とリリーフ陣も無失点リリーフ。勝利を呼び込んだ。本拠地開幕では2年連続の完封負けを喫していた中日。チーム一丸での劇的勝利に、本拠地の中日ファンはお祭り騒ぎとなった。やはり去年の B クラスやわ。アベジャイアンツも優勝は無理やろね。今年のドラゴンズは何か違う感じがしてきました。阿部監督もいきなり壁にぶち当たっているね。細川選手、苦しかったと思いますが、これで乗っていければ。今年の中川はダメだわ。ホームラン打たれすぎだよ。まだまだドラゴンズファン早めらんねえな。次はぜひ、大島をスタメンで。中川が逆に心配。中日の戦い方は相変わらず苦しいな。サヨナラで勝っても別に勢いなんかつかんし、次の試合普通に負けるから。最高です。ビールがうもうまです。中川は、ちょっとした点差の試合で使うのは難しくなってきたかもしれないな。ネットでも批判が出てた中、我慢してくれた監督に最高の結果で応えたね。おめでとう。